皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の5日、17時3分、金属回収とかで、一応いろいろ撮影した中で、ほったらかしになっている車などを、一部、回収していただいているみたいです。その道を通ったら、車とかなくなってましたので、ちゃんと回収してくれたんだなと思って、一安心しています。撮影した甲斐があったなと。まあ、これは警察官、有馬警察署の人たちも知っておいてください。人口自体が、日本人、今1億人いないと思います。世界中、人口統計の仕方として、まず第二次世界大戦があった。で、日本は、中国の方の、残留孤児の方だとか、フィリピン、インドネシア、台湾含めて、いろんな国で、ロシアだとか、いろいろありました。で、100歳以上の方が、10万人近く、いらっしゃるのも、それただ単に他国から死亡届が届いてきてないだけなんですね。で、20国籍、30国籍になっちゃうと、そこの国の窓口の人が、どこの国、自分の国の人として扱いますから、その国のね、国籍取得してますから、死亡届は医者が書くじゃないですか。で、区役所や市役所の窓口に持っていくと。で、自分の国でその人が亡くなりましたっていうことで、カウントするだけで、その人が、もともとどこの国だったかまで、多分どこの国も、追跡できてないと思うんですね。で、だから世界中で人口統計がかなり、実際の人数と、違うと。で、それプラス、お亡くなりになった時に、車とかをね、どこに止めておいたままお亡くなりになったとか、それ多分わからないと思うんですよ。ね。区役所の人とか窓口のことで、何かのこと尋ねても、仕事のことだったらね、ハローワーク行ってくださいだとか、事件とかだったら、場合によっては警察だとか、裁判所、法テラスとか、こういうような話になるじゃないですか。で、これ、多分窓口でお亡くなりになった方のその車とかどうなってるかとか、それ管理できてる人がいるかって言ったらなかなかいないと思うんですよ。だから多分車とかはね、10年以上ほったらかしに、この辺の兄の仲間たちも見つかりましたから、気がついた方なんですよ。そういうことをに気を配り始めて、だから誰もが普通に道を歩いていたら、周りの異変とかに何も気がつかない。だからどうしても、そうなる。で、僕としても状況を国会の人たちにも理解してもらわなければならないから、ある程度撮影してるっていうところを、有馬警察署だけじゃなくて、日本中の警察官の人たちも理解していただいて、僕みたいな人がね、多分、いろんな各地域にいなかった、僕一人で、はっきり言って、神戸市でも広いですよ。無にあります。河川水門回式ダム発電とか地下水流トンネル発電で、河川の撮影とかに行ってますけども、どこに設置するかっていうところ、で、その河川を移動してる間に、やっぱりその辺にね、車が放置されて、もう明らかにサビで、もう中にはすごいのは、中に草が生えてますから、ものすごい量、運転席全部いっぱい。で、バス、市営バスにはどう見ても見当たらないんですけども、民間でバス走らせて、従業員用だったのか何だかわからないですよ。だけども、そのバスがね、もうほったらかしになって、もう車輪まで外れてるんですよ。で、タイヤがない。で、タイヤだけは売れたから、かもしれないですけども、あと廃棄処理でお金かかる話で多分そうなってしまってると思うんですけども、ちょっと河川を歩いただけで、小野市で10台ぐらい見かけてますから、ぐらい大体で、一塊のところで5台ぐらい並んでたり、もう全部錆びてるか、もう見たら分かりますから、もっと分かりやすいのは、車の中古車ショップが倒産した時に、もうそのままほったらかしになってるのは、兄の中町にありますから、有馬神社の近く、すぐ近く。
だからそれがもう苔生えてますよ、車から。これが世の中の現実で、いや、この辺りもね、やたらと駐車場多いな、変だなって、ある程度は自動車販売所の所有地であって、それで、車並べてるっていう部分はあるんでしょうけども、よく見たら、もうすごい昔の車で、タイヤはね、完全に空気抜けていたりとかしてるんですね。で、多分あれも回収、誰かが仕上げなかったら、その金属の残存量問題でね、もう早めに回収しなかったら、どうせもうあんな状態も誰も買わないから、で、それで、回収費用は出さなくてもいいけども、無料で引き取ってくれる人が、鉄鋼所とか持って行って、で、貿易輸出入で海外から鉄鋼石買わなくても済むので、自動車メーカーさんがパーツを分解しなかったら、手作業云々で、ある程度それはリフトアップを使うときは使わなきゃならないでしょうし、ジャッキアップか何か。で、分解しなかった金属の種類が違いますから、溶かすときに金属混ざり合ったら、だいぶややこしいことになりますんで、どんな金属になってるかわからないんで、その硬度とか何だとか、どういう用途に用いるのかっていうところで性質が全部変わってくるんですよ。熱の導性とか、融解温度とか全部違うんですよ、金属によって。で、あとは電気の伝導率に関しては、基本的に、電線とかも絶対に銅とか、金に関しては電子機器の、基板とかに使用されています。電気の伝導率が87%ぐらいだったかな。通電率がね、いいからそういうふうにしてるんだって。これ、鉄とかで大概効かないんですよ、通電率が悪いから。何もかも狂ってきますから。だからちょっと金属を大事にしてもらわなかったら困るっていう部分と、一方石油とか、石炭ガス、ウラン鉱、金属類の、採掘と、掘っていく時の、岩石や土砂のかき出しによって、大体で、世界中で、地下の空洞は200億トン分ぐらい広がっていると。こういうことはまずご理解していただきたいと。で、そういうことを分かった上で、国会に、こういう状況ですっていうことで、撮影してる部分あるんでね、解体しなきゃならない建物も、それも本当は資源なんですね。建物解体したら木材出てくる、その木材で今のところは、先にかまど発電作りたいのは作りたい部分はあるんですけども、これ順序バラバラになってくるんですよ。建物解体したら金属も出てくるから、早め早めに解体しなかったら、もう絶対ここ人、もう住む人いないだろうっていうような建物いっぱいありますから、建物の亀裂入ってね、もう雨戸とかも閉めて、あれもう完全にもう無理っていう意味の、状況ですから、それはもう早く解体した方がいい。それしなかったら、建設業界の人たちが自分たちの仕事欲しさに、次から次へとずっと建物を作りっぱなしなんですよ。で、東日本大震災の頃、空き家の数が600万件だったのが、今も1000万件超えていて、2003年に個人情報保護関係が出来上がってから、人口はね、極端に少子化でこういうふうになってるのに、大体でこういうふうになっていて、物事進んでるのに、新しい建物をずっと建築してるんですよ。仕事をしたに。だから逆なんですよ。それ止めてもらわなかったら、もうむちゃくちゃな工事いっぱい始めるから、高速道路とかもそうなんですけども、車の数減らしていかなきゃならないのに、エネルギーの残存量問題で。だからその辺のところで、皆さん、ご理解と一般人の人に、僕の件で通報来たらね、淡井さんはこういうふうに、意味を持って撮影してると。で、正直こういう人いなかったら、ずっと車とかも何十年も放置しっぱなしであると。これが現実だったと。これも我々も気づかつかなかったと。そういうことであったと。これを一般人の人に通報が来たら教えてあげてほしいんですよ。そしたら理解が生まれるから、なぜ、あの人はあんなことしてるんですかっていうことで、もうあの人も、みんなの、人生に対して、今動かなかったら、僕みたいな人たちが増えなかったら、この世の中もどうにもならないっていうことは、もうあの人は分かってるから、ああいうふうにしてるっていうだけの、そういうことで、あの人の努力を無駄にしてはならないっていうことを伝えていただきたいんです。
で、各都道府県知事、市長も、あの高速道路とか作ろうとしたら、絶対反対してください。もう今さらいらないですよ、どこも、本当に。あのいろんなテレビの昔のニュースとかの放送で、みんなだ騙されてますから。あれもあるんですよ、あんまりお客さんなんか昔から来てない、来てない。で、倒産してるところはすぐ倒産してます。で、そこもある程度撮影しています。で、正直ね、あのもともと、看取り病院とかを作るのであれば、老人ホームとかね、温泉、もともと入浴施設もあるんだから、そこちょっと改装して、老人ホームとかにしたらよかったんですよ。で、ベッド置かない。布団であれば、ベッドから落ちることがないから。旅館とかした畳でしょ。あれを、僕の家みたいにね、こういうふうにビニール関係で、これ、一瞬木材に見えますけど、ビニールなんですよ。で、こういうふうなところに布団引くと、びちゃびちゃなんですよ、布団が冬は。湿気とその熱との関係で、体温とかの関係で。で、だからそこから始まりでベッドを設置し始めただけで、本当は畳とかだったら布団で大丈夫なんですよ。布団、畳の上に布団引いていて、冬はびちゃびちゃになった人なんかいないでしょう。だから、それのところで、本当は畳を作るべきであると。で、畳は、米の稲刈りをした後の藁とかでできてたはずですから、畳職人の人たちを減らすべきではなかったと。畳は、まあ、何十年も使用して、古くなって、もし交換時期が来たとしても、いくらなんでもその頃にはかまど発電出来上がってるでしょうって、これが二十歳ぐらいの頃僕が言ってたことなんですよ。まあ、僕たちでもいいと思いますけどね。その当時のフルーツアラパークとかで勤務してた人たちで。まあ、これは世の中の実態だから、本当は有馬温泉の、もう倒産したところとかを、看取り病院とかに改装すればよかったと。建物が丈夫かどうかで判断したらよかっただけで。ああ、それが資源の上手な使い方だったと。そういうことになります。以上です。一応撮影したところはある程度車回収してくれてますね。まあ重機も含めてだと思いますけども。あとはまあ、うん、まあ実はこういうことってね、何年も前にも何回か行ったんですよ。で、一応有馬警察署の方にも言いに行きましたし、あとテレビ局うんぬん関係、いつもの SD カードのところで、伝えましたし、でそれでまあ、撮影をしに行ってる人は撮影しに行ってますし、各テレビ局で。で、まあ、西の北インターチェンジへ行くときの、有馬街道のその延長線沿い、田尾寺駅のところ、もうちょっと三段の方へ、向かっていく右手のところ、あの辺のところとかにも昔、重機とかほったらかしになっていて、もうずっと何年もほったらかしで、サビサビの状態で、で、早くこれ回収した方がいいんじゃないですかって、全部消えてなくなるよりは、それで金属が回収できますか。海外から鉄鉱石買ってる方ですからね、我々は。それもなぜ、ね、しっかり回収して溶かさないんだの話になりますから、一応それも回収してもらったりとかはしてます。一応そういう実績はあるんで、その辺考慮していただきたい、私の行動を妨げないようにしていただきたい。もう全部実費と労働力でなんとかしてますから、撮影するだけして。で、その撮影とかもお金かかってますから、ホームページをプロとしてお金払ってるんですよ。1万6000ほど年間。1万6000ちょっと。で、うん、今、まあ再生時間が今500時間を突破していて、過去365日を遡って、まあ、それが3000時間か4000時間を突破したら、パートナーシップ云々とかお金が入ってくるはずなんですけども、まあそれで、正直まず最初、今までの分ペイできるかどうか、それ交通費とか込みで行くと、河川水門外式玉発電とかの撮影、加古川の方とかまで行ってますから、で、琵琶湖から、琵琶湖は滋賀県で、京都府通って大阪まで宇治川の撮影とかしたりとか、全部交通費かかってるんですよね。だから、
いつになったらペイできるんだろう。僕もお金ってにしたことないか分からないんですよ。YouTube の動画はどれぐらいで、何時間ぐらいで、いくらぐらい手元に入るんだろうって、なんとなくですけども、あんまり大した金額が入ってこないんじゃないかなっていうのは見通しで、一応辛坊治郎さんっていう人がそこまで一定委員会でテレビに出ていた時に何かある程度のことを言ってくれてたんですけども、もうそれしっかり録画して、まあ、その後言った内容をメモしなかったらもうわからないんですよ。どれぐらいお金入ってくるものなんだっていうことを、まあ、その時、多分為替相場は関係ないと思うんですけどね。為替相場変わっても YouTube って一月、例えば Amazon プライムとかだったら、プライムビデオ、月1000円じゃないですか、まあ、YouTube の、有料バージョン。だから、もうその辺のところは再生回数に合わせてなのか、まあ、加入者数に合わせてなのか、変動があるのかないのかもわからないし、で、それ、よく見たら、ドルで受け取る方法とか、円で受け取る方法とかもあるみたいなんですよ。だからその辺、一応海外の人も YouTube 見れるじゃあ見れますから、だから僕もよくわからないとしか言えないんですよね。で、普通の YouTube の担当の人とかに電話をかけて、これ返答がしっかりできるかっていうと、多分できる人とできない人だと思いますよ。分かれてくるという形。その例えば iPad のその Apple さんのサポートセンターにこの間電話かけて、まあ、最初に出てこられたのは、女性の方なんですけども、電話をどこそこにつなぎます。で、アドバイザーのなんとかかんとかっていう肩書きを持った人が、そしたら次写真部の方につなぎますとか。で、今度写真部の人で、結局3人目の人で、やっと、その正解が言える人にたどり着いたんですね。だから、仕事されてる方が、もしかしたら僕は聞き逃してるかもしれないんですけども、一応録音はしてるんで再生したりしてみたところ、やっぱり変だなって思うところありました。自分のメールアドレスとかをしっかり言ってるのに、例えば R のところを全然違う文字で返答してきたり、RAINBOW、 まあレインボー、だからそのメールアドレスってそんなに、まあ一般人からしたらなんでこんなにたくさんあるんだろうっていう会社がね、そういう話になるんですけども、もともと NTT とかなのにっていう話になるんですけども、NTT だけで複数あるでしょう。その時点で僕も何が何やらよくわからないんですけども、なぜ会社がそうなってしまったのかの部分で。で、まあ、プロとしてその、まあ、仕事として、業種としてね、扱っているんだったら、その辺のところね、例えば、プーララーだったとか、その P、LAL、わかりますよね。頭の中入りますよね。まあ、聞き間違えることもまずないんですけども、全然違う内容で受け止めてたりするんですよ。で、これは多分、サイバー攻撃を受けてる。で、違う内容で聞こえてる、向こうは。これは僕の方も同じで、喋ってる人の声が途中で別の人に変わってるなって。で、ただそれは喋ってる人は同一人物なんでしょうけど、言葉がつながってるから。で、AI によって声を変えられてる。だから、なぜそうなってるのかのところを誰か知ってる人いませんかの話になるんですよ。実はこれ裁判所も同じで、法律名と、第何条とかそういったことまでしっかりと記載してないのが多分原因だと思うんですけども、裁判所のね、書記官の方とかの声とかが、怖い声で物を言ってきてるんですよ。多分、現場ではそんなことないと思うんですよ。向こうのね、電話かけてる人は。で、これ一回僕二十歳ぐらい教えてもらったことあるんですよ。なんか法律名プラス何条とかそういうことをしっかりと書いてなかったら怖い声で聞こえてくるからって、笑いながらね、言ってきた人とかも いるし、真面目に言ってきてくれた人もいます。それ本当に自分が訴える時になったら、自分が原告でいろんなことしたら、それその声聞いたら怖くなるからって、裁判所のことがあって、その辺ただコンピューターがそういうふうに動いて稼働してるだけだから、あんまり気にしなくていいよっていうことを
まあ、教えてくれた人もいるんですが、まあ、その後ね、あの長い間もう忘れることになるんですけども、その何年も経ってからね、あの時にそういうふうなことを教えてもらった時、その状況をじゃあ何も分からないじゃないですか。僕は20歳ぐらいの頃ですから。けどそれが世の中の現実で、そういうふうな、サイバー攻撃とかが現実として動いてるし、今の日本シリーズでも、11月2日かな、それぐらいの試合で、近本選手がセカンドへ、誰かがゴロを打った時に、滑り込んだ時に内野ゴロで、オリックスバファローズのセカンドの選手がキャッチして、追いタッチしてるんですよ。で、そこでヘルメットが動いただの、動いてないだの話があるんですけども、映像は何パターンか流れてるんですよ。ヘルメットがまるでタッチしたかのように当たって動いてる映像と、全く動いてない映像。全く動いてない映像が2種類あって、2回流されていて、ヘルメットが動いてる映像も、多分僕は一瞬見てなかった時に1回目が流されて、4回目の時にも流されて、だから映像、どちらにしても映像加工されてるんですよ。まあ、そんなことを現場で誰かは指示出してるとも思えないし、これは今の世の中の実態だから。で、裁判所の民事部、神戸地裁なんですけども、民事部にあるコピー機、あれもおかしなもので、まずそのコピー機がね、おかしいっていうことに勤務者の人たちが気がついてないんですよ。まず電波で直接、まず知識的なところでね、各電子機器には基板があって、電波直接アクセスできちゃうんですよ。アンテナなんかつけなくても。強い電波であれば。で、部数をね、勝手に3とかにされたんですよ。で、それは一部自分保有で、正本、副本を裁判所に提出するの話があるじゃないですか。で、自分でも一部持ってなかったら絶対無理でしょ。で、それで勝手に3にされてるんですよ。僕触ってませんから。で、それ、ああ、もうこれルール承認だ、誰か来てもらえませんっていうことで一緒に見てもらわなかったらって、この画面をねって。で、それで、あと、いちいちに一回コピーするごとに、まあ20円っていう金額も変なんですけども、その次もさ、コピーするときに、はい、いいえを選ばなきゃならないんですよ。永遠にこれ、変、もともとコピー機にそんな機能なかったんですよ。裁判所ぐらい、そのおかしなコピー機を置き始めたの。で、その裁判所の、勤務者の人たちが知識として持ってないんです。電波で直接、電子機器にアクセスしてきて、そういう嫌がらせをしてくる、裁判妨害をしてくる AI の稼働があるっていうこと。それ全員じゃないから、自分で選ばないと、原告はその、もう裁判、いろいろ複数あったらもうすごい数になるじゃないですか、書類が。だから、それ結構な負担になりますから、交通費とかも絶対かかってくるから。精神的にも。一回一回、投射室とかで、はい、家なんか聞かれて、その状態で、もうこれぐらいの書類の量、僕、コピー機でコピーしたりしてたんですけども、やっぱり話していて、まあ、その方は、弁護士会館の方で、平成21年の頃、その頃僕、ここで勤務していましたよっていう人に、その当時のね、裁判官の人の名前出しても、やっぱり知らないんですよ。お互い名札つけてないから。わからないんですよ。覚えられないんですよ。で、どうしても自分のそのスペースの、周りの人たちぐらいまでの名前か、自分が何か窓口へ行く用事がある仕事中に、そこの人の名前までしかやっぱり覚えれないんだと思いますよ。現実的に。だから、本当は、どこの誰しも、民間人も含めてね、本当は名前、フルネームの名札をつけるべきでしょうし、あと、やっぱり知識として、間違えた知識を、インターネットで見てるか、テレビで見てるかのどちらかですね、兵庫県が、神戸市がね、琵琶湖から水をもらってる淀川からっていう話をされてたんです、その人。いや、兵庫県、大阪はダム一つぐらいしかないんですよ。兵庫県はダム20以上あるんですよ。大阪府の方は人口多いでしょ。滋賀県から引いてきた水で宇治川の上流のところ、そこにダムを作っていて、その水を大阪府の人たちが供給してもらってるんですよ。で、あまりにも高いビルって、そこだと、高さ80メートルないから、そのダムだと。もっと上流の滋賀県のところから引いてるパイプラインがあるから、水道管。そこからじゃないかなと思うんですけど、それも高さ80メートルあるかどうか。じゃあ、水圧で
上に上げれないじゃないっていう話なんですよ。だからどこかで夜間に電気で組み上げて貯水してるタンクを作ってるか、ビルでそのまま電気使って平気で水道の蛇口ひねっていたかのどちらかになるんですよ。だからアミノハルカスなんか300メートル超えてましたよね。絶対無理ですよ。もうどうしようもない。だから建設業界の人たちはまともな知識持ってませんもん。エネルギーの残存量問題とか。で、ダムはその水圧で高さがね、これぐらいのダムがあったら、水道管をこういうふうに、通していれば、水圧で上がってくるんですから。その高さまで。この高さまでちょうど合うんですよ。けど、それ以上超えてしまうと、電気での組み上げになるから、そういうこと分かって建設業界の人たち動いてもらわなきゃならないのに、けどもう建物作りすぎた後だから、空き家が新しくね、東日本大震災の後に400万件増やしてますから、大体それぐらい。まあ、あまり厳密に言うと370万件とかそういう話になるかもしれませんけども、一部ね、老朽化した建物解体は一部はしてくれてますから、いや、一部はしてくれてるのに、1000万件超えてるか、やっぱり作りすぎ、極端に作りすぎですね。買い手がいない、買い手いないいないいない。ほとんどいない。コンピューターの場合、一人でもいたら、待ったとか、今、電波でこう聞かされてるんですけど、買い手がいないって言ったら、こういう極端な判断するんですよ。コンピューターの頭の中はゼロっていう認識なんですよ。いないって言うと。僕は数が少ないっていうことを言ってるのに、今までの説明でわかる。これがコンピューターの人間の違いなんですよ。今までの説明でいないっていうのは数が少ないなっていう、これが人間の場合わかる。だけども、一部のコンピューターはそれはわからない。賢いコンピューターはわかるんですよ。だから人間がしっかりと知識身につけて動けばいいんですよ。だからそれは警察官の人も同じだし、だからエネルギーの残存量問題は全国民がもう20歳までに覚えてもらわなきゃならない。それしなかったら車買っちゃうでしょう。ただし、運転免許証はみんな持っておいてもらわなきゃ困る。大きな災害が発生した時に、その中で、その手持ち無沙汰だとか、仕事が一時的にないとか、そういう人たちで物流、現地で食料を運んでもらって、してもらわなきゃならないから、一回免許を取得したり、長い間車を運転してきた人間であれば、すぐに運転とか思い出せるから、その辺のところは、あとは年齢で免許証を強制返納をしてもらうかどうかとかの話であって、だから運転免許証は気軽に、簡単に取り上げるものじゃない、本当に。だってその人は頑張って働いたお金で、運転免許を取得しに行って更新もお金と交通費払ってるんですから。以上です。いろいろ、今後撮影継続しますけども、正直ね、例えば有馬温泉のこの大分県ナンバー昔から見たことありますよっていう部分の撮影とかもありますけども、通報っていう形で、でもそれが回収していただけたかどうかわからないんですよ。また見に行けるかっていうと、お金の問題で、できるだけ一般人の人に何か僕のことで言われたらね、その辺のことをちょっと有馬警察署の人たち全員覚えていただきたいんです。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、着信通知、来るように設定していただけると助かります。で、わからない人は身の回りの人に聞いていただいたり、販売店の人に、聞いてください。そうしなかったら僕は YouTube にアップロードした時にね、その着信通知を送れば、淡井さんが何か言ってるなっていうことを、ちょっと聞いてみようかと、そういうような動きになると思いますんでね、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。喋ってる内容はある程度重複してるんですけども、多分それでちょうどいいぐらいだと僕は思ってます。それしなかったら、またこう何日か経過した時まだ聞かなかったら忘れちゃうでしょう。僕はずっとそういうこと気にして生きてますけども、それぐらいでちょうどいいんじゃないかなと私は思ってます。以上です。